はい、今回はファウンダーズカップ3日目の結果について語っていきたいと思います。畑岡奈紗選手、西村優菜選手ともにアンダーパーのプレーで健闘です。まずは畑岡奈紗選手についてですが、71の1アンダー、通算6アンダーで9位タイとなっています。2番ホールパー5では2オンを狙い、グリーンの奥に深いラフからの下りのアプローチで絶妙な技を見せてバーディーが先行します。3番ホールではボギーが出てしまい、5番ホールでもグリーン周りの深いラフからのアプローチを寄せきれずボギーとなります。前半は1オーバーの37で折り返していきます。後半12番ホールパー5では2オンに成功し、イーグルパットは惜しくも外れバーディーとなります。14番ホールパー5では短いパーパットがカップに弾かれてしまいボギーに。15番ホールパー3ではスライスラインのロングパットを決めてバーディー。最終18番ホールでは2打目をベタピンにつけてバーディーフィニッシュ。4バーディー3ボギーというプレー内容でした。プレーを振り返っては、今日は3日間の中でショットが良く、チャンスがすごく多かったが、パッティングがなかなか決めきれなかったのが伸び悩んだ原因とコメントしており、最終日に向けてはショットが一番いいんじゃないかというぐらい仕上がってきているので、あとはパッティングが決められたらと意気込みを語っていました。畑岡奈紗選手、5連戦ということで疲れもあると思うのですが、ショットが一番仕上がってきているというのもすごいですね。決勝ラウンドでもう少しスコアを伸ばしていけると優勝争いに絡んでいけそうだったので惜しい感じでした。ただショットは良いけどパットが決めきれていないということで、パットもうまく噛み合ってくるとビッグスコアが期待できそうです。現在首位のミンジーリー選手が12アンダーと飛び抜けていて、トップとは6打差となるのですが、なんとか少しでも差を縮めていってほしいですね。あとは2番ホールパー5でのグリーン周りの深いラフからのアプローチ、コックを効かせてボールを打った後にヘッドを後ろに戻すという、ボールにちょこんとだけ当てつつも勢いを殺すというような非常に高度なアプローチの技を見せていましたね。あまりああいうようなアプローチを見るシーンは多くはないので、いいものが見れたなという感じでした。そして西村優菜選手についてですが、70の2アンダー、通算1アンダーで33位タイとなっています。2番ホールパー5では3打目をベタピンにつけてバーディーが先行します。5番ホールでは短いパーパットを外してしまいボギーに。前半はイーブンの36で折り返していきます。後半10番ホールでは深いラフのアプローチでミスが出てしまいボギー。11番ホールでは2打目をチャンスにつけて3メートルほどのパットを沈めてバーディー。12番ホールパー5では2オンに成功し、距離のあるパットですが危なげなく2パットでバーディー。13番ホールでは2打目をチャンスにつけて3、4メートルほどのパットを沈めてバーディー。16番ホールでは下りのロングパットを決めてバーディー。17番ホールパー3では短いパーパットを外してしまいボギーに。5バーディー3ボギーというプレー内容でした。プレーを振り返っては、昨日よりはショットがあまりうまく打てなく、日によって状態が変わってしまうのが今の課題、その中でもアンダーに持っていけたのはうまくまとめられたと思うとコメントしており、最終日に向けてはしっかりアンダーパーを目指してまた調整して明日挑みたいと思うと意気込みを語っていました。2日目に続いて3日目もアンダーパーのプレーとなりました。ギリギリ予選通過となり、着実にバーディーを重ねていってるのはすごいですね。24人抜きで順位を上げています。ただ短いパーパットを2回外しているのはちょっともったいない感じではありますが、全体的なプレー内容としては調子が良さそうな雰囲気ですね。飛距離が出ないながらもショットの精度やコースマネジメントでうまくチャンスを作っている感じです。他の選手でもそうですが、グリーン周りの深いラフ、これ結構厄介そうですよね。芝の抵抗に食われてアプローチがショートしてしまうシーンを何度か見かけていますが、本当に難しそうな感じです。そして西村優菜選手のゴルフの調子について、日によって波があるということですが、なんとか最終日も好調をキープしてアンダーパーのプレーを期待したいですね。また現在の西村優菜選手の CME ランキングは77位となっています。予選落ちとなっていた場合、80位以内には入れない見込みだったのですが、無事に予選を通過し、現時点では CM ランキングは1ランクアップの暫定76位となっています。このままの調子で最終日もプレイできれば80位以内には入ってくると思うので、リシャッフルで上位のカテゴリーに入っていけそうですね。頑張ってほしいです。はい、
今回はファウンダーズカップ3日目の結果について語ってみました。今回もゴルフの話がたくさんできて大満足です。それではまた。